はい、夢です。こんにちは、どうもどうも。はい、今日からぐっと寒くなりましたね。ちょっと思わず上着を出してしまいました。めちゃくちゃ寒いです。今日はですね、10月の16日の、午後ですね。ちょっと、仕事の昼休み中に、はい、ちょっと配信してます。はい、昨日の夜ですね、ワンマスドリームの、カーテンコールのシーン、ファイナルシーンの追加があったっていう動画をアップしました。で、まあこれ簡単に言うと、昨日からですね、とワンマンが、最後カーテンパーッと閉まった後にもう一回カーテン開いて、カーテンコールの簡単なセレモニーシーンが、まあ、追加されて、昨日から突然サプライズでそれが運用始まったっていうんですね。それで、今日ね、その翌日その情報がネットにバーッと回ったみたいで、今日のそのワンマンって今1回目は全席自由で抽選ないからね。で、11月から全席抽選、すべての回1回目から抽選やるって発表があったので、もう今日からですね、その1回目の全席自由席なもんだから、もうね、ランドの開演ダッシュがものすごかったんだって。もう本当にみんなで大運動会で、なんか福男お正月のですね、福男のごとくですね、みんながものすごいダッシュをしてたらしくて、でその動画がツイッターで出回ってて、俺も見たんだけど、すごかった。ショーベースのね、スタージェットのとこ抜けて、パンギャラのとこ抜けて、あそこのとこがね、うわーっとみんながね、すごい本当にの規制を上げながら、なんていう風にちょっとツイッターではなんか話を持って書かれてましたけど、見てみたら本当にみんなね、規制上げてました。うん、それでね、でちょっとみんながそれ怒ってるわけですよ。もう開演ダッシュね、走るなってあんだけ言われてるのに、なんで走るんだとか、走るのはね、一般客、よく最近のパークに来ないような走るの一般客で、何度もリピーターの D オーダーはルールを守って走らないなんていう風に、都市伝説だったんだなみたいな。結局ワンマンのね、それ目指してるってことは、みんな D オーダーなはず、ディープな音のはずだから、結局その音はみんながね、こう開演ダッシュで走ってるわけですよ。これはね、最近ね、開演ダッシュだいぶ減ったなと思ったけど、久々にすごいの見ましたね。でそれで、この分だと11月の全ての公演の1回目から抽選ね、これが運用されるまではおそらく毎日これからずっとこの開演ダッシュはおそらく続くと思います。で結局ね、お互いが注意し合ったりモラルがって言っても、結局ね、ペナルティもないし、で出し抜いたもの勝ちなので、おそらくこれはね、俺なくならないと思います。結局ね、いい子にしてたら負けっていう風に、おそらくそういう出し抜く人は思ってると思うので、だからこれはね、もう抽選早めるしかないんじゃない。11月からなんていう風に言ってるけど、もうね、早速もう明日か明後日とかですね、もう早いうちにね、もう全ての回抽選にした方がいいと思いますよ。だからね、俺思ったのが、このファイナルバージョン、カーテンコールってさ、ね、俺の予想なんだけど、ラスビラス会をこれから毎日やってくれるって俺は思ってるのね。ラスビラス会に、ね、立ち会えるのって本当にもう限られた人数の人間だけだから、これからワンマン終了までの間、毎日ラスビラス会の演出をやってくれるって俺は思ってるの。これは OLC の俺、計らいだと思ってるのね。でその計らいをね、見たいってことで、1回目は抽選ないから、それって先着だって、でこんな風にね、なってしまった理由を考えると、俺ね、このカーテンコールの追加と、ワンマン全ての公演の抽選っていう順番が俺逆だったんじゃないかと思うんだよね。要はカーテンコールの追加やりますって、追加して2週間してから、11月から全ての公演抽選ですっていうのは逆にすべきだと思ってて、これね、このカーテンコールの追加やるんだったら、すべての公演抽選とワンセットもしないと、やっぱりこうなるんじゃないのって、なんか予想つくと思うんだよね。順番逆だったんじゃないのと思うよ。
全ての公演抽選にしてから、うん、ファイナルシーンねカーテンコール追加ってやりゃよかったのにと思ってちょっとそう思いました。はい、なので俺としてはね全ての公演抽選するしかないと思いますよ。で俺ね走る人の気持ちもねちょっとあんま強くやっぱ俺も言えなくて昔俺も走ってたんで正直言うと。で初代ワンマンワンマンワンねワンマンワンが終了になった95年か96年はすごかったよ。ワンマンで当時ね抽選がなかった時代なんだけど、先着整理券っていうのはワンマン終了の2週間ぐらい前から配られました。要はね昔のワンマン終了って発表になってからもうね1回目2回目3回目4回目、昔は1日4回だったと思う。で4回全ての公演をね待つ人がいたんだよ朝から。だから朝ね8時9時にオープンするのにラス会の18時待ちですとかねそういう人がねものすごいやっぱ4回1回飛ばし2回飛ばしの人がね増えてきて、で当時のワンマンはまだ抽選なかったので、で2週間ぐらい前から朝ショーベースの前でその整理券を配ってたわけで、その整理券の配布がやっぱりもうすごい大争奪戦で、いつもみんなね開演ダッシュしてました当時ね。でそれで亡くなる日はでラス日ラス会の日はね整理券絶対朝一なくなると思って、実は俺当時駐車場で徹夜しました。ランドインパークするのにおそらくこれ生涯初徹夜かな。95年か96年だからさ結構早いでしょ。でもうその頃から常に徹夜っていて、で朝ゲートが開いてもう本当にね当時開演ダッシュしてました。だから24年前だよね。でダッシュでラスビラス会の整理券ゲットして、でベンチシートの前から2列目の席を取れました。だからね今でこそね走るな走るなってすげー言ってるけど、まあこれ走った時にペナルティーがない以上はやっぱ、なくならないと思うので、全ての公演を抽選にするしかないんじゃない。で自由席を設けたら自由席も結局先着になってしまうので、もう全ての公演自由席なしで全ての公演を抽選にするしかないと思うよ。で結局アーリーの人だってさ15分、ホテルアーリーね、公式ホテル、ディズニーホテルに泊まってると15分早くインパークできるってあるんだけど、結局みんなそのアーリー利用してゲートの前に朝から並ぶわけでしょ。夜中の3時頃とかにあのゲートに並んで、で15分アーリーで開いたら結局みんなダッシュで走るんだよね。先着はもうやめた方がいいと思うな俺は。抽選残念だけどやっぱりもうそうしないと公平にならないので抽選にした方がいいと思いました。はい、またこれ開演ダッシュねこれから続くんだろうな、とかとかちょっと思いました。はい、なのでねこれツイッターで検索するとすぐ出ると思いますので、興味ある方はねちょっとまあ見てみてください。はい、こんな感じかな。でもそのカーテンコール見たいよね。ちょっと俺ねまだね映像見てないんですよ。ツイッターとかスクリーンショットというかね写真が回ってきて、でムービーとかもツイッターでパーッと来るんだけどやばいやばいと思って、ね、見ないようにねすぐさーっと送って見ないようにしてます。やっぱ生で見たいので、でもなんか見てるとなんかねなんか花束の贈呈ねシーンとかあったりして、なんかかなりみんななんかね号泣とかね胸熱とか泣いちゃいましたなんていう書き込みがめちゃくちゃ多いので、はい、めっちゃこれ期待してます。当てたいな、抽選当たるといいな。はい、ワンマンいよいよですね最終回に向けて本当にもう待ったなしって感じで最終回近づいてきました。皆さん悔いの残らないように、抽選当たった方はね雑な鑑賞をせず、もうこれが最後の鑑賞だと思って噛み締めながら、見てください。
まあ、写真撮る方はね、あの頑張って写真も撮ってください。はい、とかとか思いました。とにかくね、ワンマンのこの、はい、久々に加減ダッシュの、はい、この大変見苦しいこのダッシュの映像っていうのを見て、ちょっといろいろ思うことを語ってみました。はい、それでは失礼します。じゃあねー。